朗報、久保建英さん。ラリーが4位のチームの主力、8ゴール4アシスト MOM 回数リーが1位です。やばない、これで21歳はガチやろ。なんか一時期オワコンになったとか言われてたけど、復活しとるやん。リーガってどこで見れるん？スペインや。ダズン。キャリア長い成果、21歳ってのにびっくりやわ。チームをガチで牽引して、CL 待ったなしだからほんますごいわ。リーガ自体がオワコン定期。久保田が加速している。ソシエダ10年ぶりの CL ほぼ確定やからな。ようやっとる。まあすごいな。頑張ってほしい。一回挫折的なのも味わってるってのも強みやな。どうあっても叩こうとする勢力おるけど、21歳でこの成績叩き出してる自国代表選手の何が不満なんやろ。野球ならともかくあんま興味ないはずのサッカーやのに。シルバにソシエダで出会えたのが良かったんかな。同タイプのプレイヤーとして最高峰やからええしそうやんな。